いや、本当にミネとキャラ被ってんだけど、ねえ、同じようなキャラは2人もいらない、1人死んでるけど。セクシーだそうね。か、秋山が社長に会ったか。分かった。それじゃあ例の計画進めてくれ。どこ見たらいいかわかんないよ。目のやり場に困る。桐生さん。どうした？ちょっとテレビつけさせてもらえませんか？テレビあんの？こいつは。これがあの勝也ですよ。今回の T セットのメジャーデビューコンサートは急遽決定したものです。関西のテレビ局で放映されていたプリンセスリーグの決勝で活躍したダイナチェアさん所属の沢村遥さんが日本ドームでのメジャーデビューコンサートを予定していたのですが、その都合がつかなくなってしまったことから、急遽決勝で対戦した T セットが代わりにコンサートをする運びとなりました。品田と秋山何やってんの？それでは本当に緊急なコンサート開催になると。ええ、そういうことになりますね。ですが T セットの2人はすでにとある著名の先生から楽曲提供を受け、メジャーデビューする予定になってましたから、コンサートの開催自体に問題はありません。私ども大阪芸能としては、まあ、これをラッキーなきっかけとして、まあ、沢村遥さんには申し訳ないんですが。というわけだ。今のやつが勝也か。あいつが森永の兄貴を殺した男ってわけっすね。まだ確証は持てない。だがタレコミによりゃ、現在警察は勝也を森永殺しの重要参考人としてマークしているのは間違いないようだ。どこ行く気や？勝也のとこに決まってるじゃないですか。やつこの上のホテルに泊まってるんすよね。だったら今すぐ殴りに行けば。こいつやっぱ脳筋だな。その体でか。俺が行く。え、冴島さんが？お前は警察行って森永の亡骸に手合わせたってこい。それが今のお前ができることや。でもたった一人の兄弟やったんやろ。せやったら見送ってやってこい。はい。どうしますか桐生さん。行くしかないだろう。これはあの男のサインだ。サイン？登場会乗っ取り計画に合わせて自らメディアに登場して存在をアピールする。あの勝也って男は呼んでるんだよ。敵も味方も自分のところに集めるため。深読みが過ぎない。桐生さん、そうなの？桐生さん、どちらへ？ババ、お前は残ってくれ。え、でも一つお前にやってほしいことがあるんだ。お？何ですか？あさって日本ドームでコンサートをやることになっていた沢村遥、あいつに会って伝えてほしいことがある。あ、キリュウ、会わないつもりなの？もしかしてキリュウさん、そのこと知り合いなんですか？娘だよ。ああ、話せば長くなる関係だ。なんか曲解しそうだな。伝えてほしいこととは？諦めるな、とな。うわあ。それだけですか？ああ、いやあ、それだけだ。それだけ。うわあ、いい。キリュウ、キリュウ会わないの？え、いや、キリュウで行こうか。これ何？分岐？あ、変更できるよ、できるよ。はいはいはい。さっき秋山と品田で選べたから、今回は多分桐生と冴島で選べるんだね。はいはい。うわ、何？
もうわけわかんない。もうヒルズ絶対行かないから。まあ、どこか他の店行こうよ。とっておきのいい店知ってるよ、俺。私はヒルズが良かったの。機材点検のため臨時で全店閉業って何様は絶対後でクレーム入れるわ。クレームとかやめようよ。大事だよ、機材の点検。うるさい、バカ。カムロ町ヒルズが全店臨時閉店。どうやら敵はお待ちかねみたいだ。ほえー。なんかカムロ町タムロしてるやつ多いな。そこの兄ちゃん。やべえ。逃げんな。逃げる。来たよ。もう戻れませんが大丈夫ですかみたいなやつ来ないから大丈夫だと思うんだけど、まだだって3章だもんね。多分4章ぐらいまであると思うからガンガン進んじゃいましょう。でもこれで勝也と戦ったら、あ、これミレニアムタワーだ。なんか最終決戦いつもミレニアムタワーだからここ来ちゃった。どうやって入るの。あ、ここか。はい。あ、主人公をやっぱ選ぶんだ。いやでもね、やっぱ桐生で行こうか。ここはね、冴島もパワフル強いから多分いいと思うけど、やっぱ龍が如くは桐生一馬が主人公なんでね。もう始まってる。あ、これ持てねえんだ。全然見えない、全然下見てない。なんか仲良く喋ってんだ、わかる。この辺があれだね、サイズマーと変わるんだろうな。よいしょ。あ、全然違っちゃった。全方向に攻撃できるからいいな、キリュウは。強いわ。よいしょ。やっぱね、キリュウはズバ抜けてこう操作がしやすいね。うわー、すごい。ほっ。当たらない。はい。うわ、カムロチューヒューズ出来上がってんな。あ、うわ、かっこいい。うわ、これかっこいいよな。なんでここで溜まってんの、この人。うー、うわ、今捕まりに行っちゃった。お、避けた私の攻撃を。ほい。はい。本当にえげつないよね、やること。うわ、いっぱい来た。よいしょ。秋山が恋しいな。絡み技持ってるからね、唯一あの子は。なんか掴まれた時に極みが出るな。よいしょ。ちょっと勝て。よいしょ。なんか同じ極みばっかじゃ飽きちゃうよね。あれ、ちょっともうちょっとでやれそうな子いたんだけど、どいつだ。この子だ、さっきの子か。
ちょい噛みちょい噛みしてるだけで。いやこれ好きなんだよな、なんか荒々しくてすごいね、えげつない攻撃なのはわかるんだけど。あら、この人無傷。飛竜の技って絡み技じゃなかったよね確かね、あの赤い竜の。すごいなんかアーティスト写真見たく。おお、今の緩やかなキックいいね、かっこいい。ゆっくり見回る暇もねえや。広すぎて逆に歩き疲れそうだな。こんなこと言っちゃダメなのかもしれんが。これ持てんの、これ持てんの、どういうこと。花壇持つってどういうこと。花壇飛んでったんだけど。危ない、これの極みなんだろう。どうかっと、あ、これか。かっこいい。あ、レベル上がった。わ、すごい、なんか掲示板みたいなある。ハイテクだよ。やばい、攻撃が空振り始めた。あ、自転車と同じなんだ。一番大きい武器なんだね。この辺持てないんだな。ほら。お、中に入りますよ。違うわ。あれ、中に入るんじゃないの？あ、入る入る。この辺はな、なんか作ってる時に入ったからな。あ、でもこれミレニアムタワーと一緒じゃない？え、なんか見たことある立地だなと思ったけど、これミレニアムタワーと同じ立地だ。立地？間取り？ほい！かっこいい。この動く時のさ、ドンっていう重低音がかっこいい。江口さん、さっきもいたけどな。兄弟？おっと。新品の、新品ではないのか、もう回転してるから比較的新しい大理石の床はどうだ。もうこんなとこで喧嘩してさ、この血液とか待ってたらさ、業者さん大変だよ。まあでも勝也がどうにかするんだろうな、それも。あいつ肩着じゃないからな。おっと、なんか危ないことしだしたぞ。お前、一昔前の、あれかよ、いじめかよ。あ、間違った！大丈夫？当たった。はっはっは。桐生かわいそうに。痛いよあ、落ちるのいっぱい。こういうね、とこでアホやらかすんだよね。ごめんね。
びっくりした、忘れてたわ。あ、こんなんもあるんだ。これさ、このまま行ったらどうなるんだろう。敵を倒してから行こうみたいになるかな。こんなまばらに立たれてちゃ困るんだけど。無視できるんだ。めっちゃ理事に倒してた。うん、こっちか。広いねー。あ、何？あ、ハサミ打ち、はいはい。危ないな、もう。これ私がこの端っこに行ってしまえばもうハサミ打ちとか関係ないよね。そんな強くないな。はい。絶対最後のボキいらないで。配り、ティッシュ配りの極みがもっぺん出たらいいなと思ってるけど、あれあれだな、多分動いてちゃダメなんだな。なんかまた出た。いいよいっせい。なんで桐生さんってさ、血で汚れちゃうのにグレーのスーツ着ちゃうんだろうね。見せてんのかな。バイバーイ。やりきった顔しないで。よいしょ。ほんで、あ、拾えないのか。うん、銀の皿とかいらないよね。なんで持ってきちゃったんだろう。なんかいる。あ、いった。いただいた。はい、大きい。痛いやろ、こんなんで殴ったら。何？あ、ジュエリーショップか。何があるんだろうと思っちゃった今。めっちゃまっすぐ来てるけど大丈夫かな。あ、なんかいる。こんなやついたっけ。こいつひるまないな。お
投げるってあるわ。投げる、絶対投げれるんだろうが、無条件で。あ、ピョ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 。うすごいな、大の男をなんか子供みたく投げてるのおもろいな。背後取れば一応ひるんではくれるけど、ラッキーパンチはひるまない。よいしょ。なんか赤い火は見つかるまでもなさそうだな。ちゃんとガードしやがったな。こうだこうだ。硬いね。マスクしてるからかな。ドキッとするからやめてほしい、本当に。あ、エレベーター乗るんだ。お？なんか音楽が変わりましたよ。なんか VIP の階層に来たな。これ何、上の方はホテルになってるんだっけ。まあそっか、泊まってるって言ってたもんな。1階とかはショッピングモールで、上の階層になるとホテルになるな。終わった？あ、寝た、いた。よし、いいね。うわ、高そうだね。壊すの？ボーンって。あ、なんかすごいかっこいい、かっこいい。なんかイケメンな人出てきた。強いね、これ。ちゃんと仕留めてくれるから。最後は君だ。出そう。うえ、やられた。あと一人かな、これだけかな。こいつもひるまないタイプか。あ、ひるんだ。あ、これ槍とかのあれじゃないんだ。へい。あぶね。なんか既視感あるな、赤のスーツに白って。なんだろう、誰だろう。え、ミネじゃないな。誰だろう、なんか誰かに既視感ない、白のスーツで赤の、あれ、キリュウじゃない。まあ大変おしゃれだと思いますよ。スーツの上にジャラジャラなんか物つけるのはどうかと思うけどね。その頭っていうか顔部分のアクセサリー。だーい、まあ、似合ってるからまあありなのかな。極みの一つでもぶち込めればいいんだがな。
おっきして、あ、お、なんで後ろ向いてた。あ、投げれた。あ、投げたら死んだ。あ、逃げる系だこいつ。お前が親玉じゃないんだから、お前逃げる必要ないだろう。そしてキリュウも追いかける必要ないだろう。あれもらっていこう。スタミナか。ほら見てみ、めっちゃ綺麗やで。喧嘩なんかせずにみんなで景色見ようや。ほい。力でないねじ伏せるね。なんか来た、仲間呼んできたこいつ。なんか赤と白反対になったやつ出てきた。さっさと倒さないとね。あと何人、めっちゃおるやんけ。やばいなこれ、これやばいわ。あいつら好き勝手戦いやがって、こんにゃろ。あ、こいつラウカーロン系か。ちょっとめんどくさいやつ出てきたな。あー、これあかん。体力ゲージ減ったな一気に、なんか知らんけど。あ、やばいね、これはしんどいかもな。すぐにはこけん。うっ、いいよ。こいつめんどくさい、普通に一人で来てもめんどくさいのに。もう一発、オッケーオッケーオッケー、お前にこれくれてやるわ。聞いた？一枚めくったか。お前の系統何人戦ってきたと思ってんだおめえ。一人になりゃ怖いもんねえわ。痛い。特に方はこのタイプ多かったね、やっぱり。人言派とかのも多かったと思うけど、あっちはどっちかというとスワット系が多かったもんな。アジア街とかの流れがやっぱこの関係多かったな。で、あんま狭いとこで戦うのよくないな。移動距離がすごいからなこいつ、戦いのモーションの。ちょっとおもろいよね、なんか一歩引いてみると動き、一個一個はかっこいいんだけどさ、それをこう連打でされるとさ、痛そう、痛そうとかいう問題じゃないよ、もう骨何本かいってるよ。おら、あ、嘘、今の無敵技、えい。そんな地味な最後でいいのかお前。ここでいいのかな。
冴島いる？いないな、まだついてないな。お前が勝也。お待ちしていましたよ、桐生一馬さん。あ、冴島来た。冴島、違う道から来たんかな。やはりお前も来たか。さあ勝也、いろいろ話を聞かせてもらおうか。東上界を乗っ取ろうとしていたお前がどうして俺たちをおびき出すようなことをしたのか。お話しするには役者がもう一人足りません。そろそろ来ると思いますが。ん？秋山か。俺らどういうことなんや。違うわ。勝也、このボケが。来るな。おたせ。それにそっちは確か冴島。さあこれで役者が揃いました。ここでは少し手狭です。場所を移しませんか。なんか年の割には絶対ね、顔老けてるよね。青年実業家っていうにはちょっと老けてるよね。ひげのせいかな。夜なのにサングラスおかしくない？サングラス絶対戦うじゃん。さあ訳を聞かせてもらおうやないか、かっちゃん。福岡での騒動、それに札幌での真島殺し、全部かっちゃんお前が東上界乗っ取るために書いた絵なんか。やはりそういうことになっているんですね。ちょっと声張るやん。はっきり言いましょう、違います。違うの？それじゃあなぜわざわざ俺たちをおびき出すような真似をしたんだ。そうしないと黒幕の正体を知ることができないと思ったからです。黒幕やと？そうです、福岡での堂島会長、山笠組まだらめ組長の暗殺計画、それに札幌での真島五郎暗殺、そして名古屋での安住高千穂、東上界近江連合両幹部の事故死、すべては東上界と近江連合を潰すためにある男によって仕組まれた計画だったんですよ。どういうこっちゃ、分かるように説明せ。そうだそうだ。それが私にも分からないんです。どうしてあの人がこんなことまでして私たちを戦わせる必要があったのか。芹沢じゃないのかな。その謎を知るためにも私たちはここで殺し合わないとならない。殺し合うだと？ええ、おそらくこの事件の黒幕の本当の目的は私たち4人の死です。それもただの死じゃない、ここで直接殺させ合う必要があるんです。漁夫の利ちゅうやつか。平たく言えばそうでしょう。よくそんな言葉知ってたね、冴島。近江連合の最大勢力である渡瀬組と大阪工業、それに東上界の象徴とも言うべき桐生さんと冴島さんを相打ちさせた後で、そのすべてを奪い取るつもりなんですよ。東西の極道を締め、ね、こうまとめたいのかな。そこまで分かっているならどうして敵の計画に乗るように動いたんだ。さっき聞いたでしょ。それはそうでもしなければ敵の正体を表してくれませんからね。同じ答え返ってきたじゃん。私の推測が当たっていれば敵は猜疑心の塊のような人だ。おそらく私たちの戦いが終わった後姿を現すはずです。これで現さなかったらどうすんだおめ。お前の頭の中にある黒幕ってのは。それは言っても意味がないでしょう。言うへえよ。今俺たちにできることは戦うことだけです。全ての答えを見ることができるのは戦い終わって生き残った人間だけ。4分の1にはならんぞ多分。鶴だね。鶴ってなんか
縁起物だよね。でもだいぶなんやかっちゃん、喧嘩嫌いなお前にしては珍しいじゃないか。やる気なんか。せっかくこのメンツが揃ったんだ。理由はどうあれ血が騒ぐのは極道ってもんじゃないですか。渡瀬の兄貴。まあそれはそうやな。渡瀬の兄貴はそっから脱ぐタイプ。すごいね。鬼ケルハもどうでっか。あ、町間さんと同じ。敵の手のひらで思いっきり踊るっちゅうのは。渡瀬、どっちにしろ遅かれ早かれあんたとは戦う必要があったんや。今ここでやり合うのも悪ない。この4人が本気で戦えば皆無傷ってわけにはいかないでしょう。最悪全員相打ち。黒幕の考えてること全部口に出るならこいつ。てしまうかもしれない。そのそれはそう、あのモノローグで語ろうよ。でもこの中の誰か一人が生き残れば、その男は黒幕の正体を知ることができる。どうでしょう、こうしませんか。もしも自分が生き残った場合は、責任を持って今回の東条近江の揉め、そのケツを拭くと。いや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 、黒幕を倒せってことだよね多分。おお、冴島もやる気になったぞ。俺はそれでいい。かっこいい。冴島、その代わり俺が生き残った時は東条会も近江連合も丸ごと一緒に潰してしまうかもしれん。俺は細かい計算はできへんからな。それでもええか。あかんよ。お好きに。あかんよ。勝ち残った奴が大悟おるから、そのぐらいの権利はあるでしょう。ないよ、大悟いないんだからこの場に。上等や。こいつら勝手に話進めてるわ。つくづくバカな連中だな。要は喧嘩がしてだけなんじゃねえのかお前ら。先生入りました。先生も抜きました。一つ忘れてるぜ、俺はお前たちよりずっと喧嘩に飢えてきたってこと。おい、キリュウハン、お前な、堅気として生きろ。さあ、ドイツからやるんだ。俺はいつ始めてもいい。一番血の気配、誰からでも相手するぜ。もう、はるかに怒られろ。俺相手してもらおうか。ええか、勝也。どうぞ。どうぞって。俺は冴島さんとやらせてもらいます。いいですか、冴島さん。好きにせえ。すごいね、パワー系。なんか見た目ね、見た目はね、パワー系と蹴りをつけましょう。なんかインテリ系って怖いね。ああ、ここの戦い怖いね。誰が一番強いのか、それに誰がこの事件の幕を引く男なのか、ここで決めんのかよ。手加減はなしだ。お、殺すつもりでかかってこい。ちょっと変わった。決め台詞かっこいいよな。行くで。行きます。はい、といったところでいいところなんですが、こちらで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ちいさんでした。